ピクミンのバッチ。はい、皆さんどうも、ミツタロウです。ちょっと途中からになって申し訳ないんですが、更新来てなかったんで、普通に始めてたらなんか新バッチ追加されてました。で、ウサギがまたマッチョです。ピクミンは宇宙航海士オリバーとピクミンの出会いから始まるゲームだ。ピクミンと協力して宇宙船のパーツを集め、不時着した星から脱出するのだ。ピクミンの凄さは見た目に反した力強さにある。この筋肉を見てくれ。この細い腕でピクミン自身より大きなものすら運べてしまうのだ。もしピクミンが私と同じくらいサイズだったら、顔怖いな、そしたら。そう、よく見ると結構な目力だ。いや、目力もだが、怪力ぶりも凄まじいな。もしかすると見てないところで激しく筋トレしているのかもしれない。む、そろそろか。あーれー。力持ちのピクミンですけど、たくさん集まるけど、もっとやばいっす。こんな原生生物とも、戦っちゃうんですよ。チャッピーだっけ？やったことないんですよね。これはチャッピーっていう原生生物ですね。なんとなく憎めないやつっす。シーター画面。ピクミンのバッチに、バッチリなテーマも登場っす。ホームメニューがピクミンのいそうな草むらに。へぇ、あ、いいな、かわいいね。他のキャラデコルとピクミンサイズに見える。あ、あ、すげえこれ。なんでこういうの作れるんだろうな。ちなみに上画面はこれ、ピクミンがこっち見てるっす。あ、上画面見ろって。あ、ほんとだ、こっち見てる。ちょっと怖い。で、お支払い180円以上プレイした人にプレゼントです。というわけで、5月5日は子供の日ってことで、静江さんの新バッジも入荷中です。服が鯉のぼりっぽくて可愛い。何かに気づいたポーズですね。目が点やで。ちなみに、この服の模様は、青海波って言うらしいです。ポケモンにはありますね。それじゃあ200万人突破ってことでお待ちかねの、無料プレイプレゼント。来年は1000万人突破イベント。来年で1000万人か、ちょっとどうなんだろうね。ペース的にどうなんだろう。というわけで200万人突破イベントみたいな感じのをやってたみたいです。ピクミン&オリマン。これはとりあえずあれだね。オリマ、あー、ピクミン死んでる。オリマ外せばいけるのと、あー、これ持ってるのも欲しいね。あ、ハンマー台がありますね。これなんて言うんだっけ、忘れちゃった。ピクミンのあのやつ、チャッピー。てかピクミン種類めちゃくちゃ多いんだけど。え、揺れてる、どういうことこれ。なんとなくいろいろやっていきたい感はあるんですが、そうですね、ピクミンやっていきましょう。ここら辺は別にいいかな。ハンマー台をちょっとやってみようかな。お前ら花。よっこしょ。乗っかっただけ。というわけで1日1回の無料キャッチャーをやって、本番の方に行きましょう。なんかもうちょっと変わるかなと思ったんだけど、乗っかっただけって辛いな。というわけで今日の練習キャッチャーはこの台っす。やはり狙いたいのはプロテイン。左のバッチを右に運んでいくとシーソーが傾いて大量ゲットだ。というわけでね、実は俺もこれね、コンプしたんですよ。なんか、そう、勝手にずらしてったら、落ちてきました。なんで、まあ、どうなんだろう、適当にやってきゃいいんかな。少しずつ少しずつ右に集めていく感じになれば、勝手にシーソー傾くんで、なんか、すごいハマり方してるな。こいつが邪魔かな？なんかどっかで突然急に傾くんですよ。いやでもこれちょっと良くないな。あのプロテインの箱みたいなのが確かに重くていいんだけど、ここの端っこにいるやつもちょっと嫌なハマり方してるんだよね。あー、意外とプロテインの箱さんが取れない。おや？確実に1個取りに行きましょう。これ下まで行けば押さないかな？あ、押さないんだ。やっぱ右のやつらが、左のやつらが重いってことですね。裏でやってた時はなんか適当、危ねえ。やってたら行ったんですけどね。いや、無料キャッチャー最近調子悪くてしょうがない、本当に集めた9時。で、やっぱこの後に、小当たりの判定が来るからワンテンポ遅いですね。ってわけで、また1プレイだけゲットしましたね。はい。
あれ、昨日あたり出たんだっけな。どっかで一回出たんですよね。違うね。昨日も小あたりで、2プレイ取ったんだけど、確かダメだったんだな。じゃ、もう一回ピクミンの台行って、だからこれもちゃっかりコンプはしてあるんですよ。なんで、せっかくなんで新作の台をちょこちょこっとやっていきたい。ちょっと今動いたんだけど。おや？見てください。これが力ですね。これがイラシか。なるほどね。初めてイラシで撮ったことが撮れましたね。で、この5人いないと運べないやつを持ってきて、ちょっと、もうちょっと頑張って。さあ、残りやっていきましょう。これちょっと落ちないかな。ちょっと期待を込めて。落ちないですね。というわけで、残りが、このピクミンたちですね。なんか、こいつはもう、ちょこっと当てれば落ちるでしょ？で、お前らだよ、お前ら。転がってこい！転がってこない！あれ、これ、黄色ピクミンさ、一匹落とせばいいかなと思って、今、こっちやったんだけど。これ、二匹とも、あ、必要だったよね。よし、とりあえず。コンプリートできました。おめでとうございます。ありがとうございます。なんかアームのやつは怖いな。でもこれ羽と取れればさ、結構引きずってくるんじゃないかなと思うんだよね。で、これね。チャッピー。ちょっと狙ってみたいな。ちょっとね、普通にやってみましょうか。これなんかいい感じに引きずってくるんじゃねえかなと思ってるんだけど。え？お前無造だな。じゃあ突き刺せ。ダイレクトアタックだ。おや？なんか予想してたのとだいぶ違う動きをされて困ってるんですが、戸惑いを隠せない。ほい。うまくつかめないのかな。うわー、下のピクミンたちがいい動きをしてるんですけど。はい、というわけで台を変えてみました。あそこちょっとね、嫌な予感がするんで、これぐらいにしとこうかなと思って、なんでここの台にしようかなと思ったんだけど、思ったかなんですが、彼ね、左上の彼、ちょっとあれだよね、見捨てるわけにはいかないと思ったんで、彼を救出したいなと思いますが、とりあえずまあ、オリマーさんどかさないといけないんで、どっちでもいいかなと思うんですけどね。とりあえず、こいつ一個どかすじゃないですか。で、オリマーさんのあの、提灯みたいなもの引っこ抜いて、ここの部分を引っこ抜くことによって、下のピクミンたちも落ちてくるから、あ、こう掴むのね。なんか豆電球みたいだな。はい。あと彼だけなんで、彼はきちんと救出してあげましょう。そのままね、後ろに落としたらこうやって流れてくるんだけど、おや？その動きが残、いや、葉っぱだけを掴んでいく。そんな葉っぱブチンって切れちゃいそうだけどね。危ない、落ちる落ちる落ちる。オッケー。見事赤ピキミンを救出しました。で、あと残り 2P ありますね。で、次のプレイに繋がるようなところをやりたいんだよね。これどうなんだ？引きずってくれんのかな？この花が意外と長いから、引きずってくれると思うんだよね。頑張れ！頑張れ！アーム！力ないなぁ！ってことは手前どかさないといけなかったのかな？あと1プレイで何ができる？あと1プレイで何ができるんだ？ここだ。ここで赤ピクミンを取って、あわよくば、ワンチャン。オッケー。意外と滑らないのね。お、青。あ、バカチン！これもうちょっとタイミングずれてればさ、この赤いの落ちて、まあ、こいつはハマっちゃうと思うんですけど。というわけで、こんな感じでした。今回もちょっとまたいろいろとあれな内容でしたが、ご視聴いただきましてありがとうございました。